ちは、じいちゃんハムのかっちゃんです。はい、ムイが今撮影してます。今ね、ちょっとね、僕の失敗でね、三脚忘れちゃって、今ムイくんが撮影していただいてます。今日はね、僕のね、企画っていうか、まあ企画ですね。企画出して払わしたのはムイくんに払わしてますけど、今日はなんとドミノピザのチーズ1キロ、はい、期間限定の商品、そう、期間限定でちょっとね、やってみようとムイくんに企画を立てたら即 OK してみていただきましたもので、今日やりたいと思います。はい、それではお願いします。はい、ではでかいんすよ、とにかくはい、でかい、思ったよりね、でかいんすよ。テーブルの端から端までしっかりいけるサイズ、しっかりあるんですよ。次回のおいただける、なんかお使いいただけるクーポン、やったね、クーポン見える。ではね、お披露目したいと思います。僕もね、はっきり言うがね、ムイ君、ん、こういうデリバリーピザって生まれて初めて食うんですよ。え本当に初めてなんですよ、こういうのって。自分がまあ頼んだことないのはまだ分かるとして、うん、そういうなんか、あなたが子供の頃親が頼んだとか、そういうのもない。あのね、俺の時代にこういうものはねマジかー、ジェネレーションギャップってやつ、これジェネレーションギャップだよ本当にないんだよ、俺こういう企画って、こういうものないんだよ、うちは。うん、じゃあちょっとお披露目。ニューヨーカー、ニューヨーカー、俺コテコテの日本人やけどな。テテレレテレテレテどう、うん、チーズ一色、うわ、すげえ匂い何この異様な匂い、なんだろう、お菓子チックな匂いがすると、なんかお菓子っていうか、ね、ビッツに似てる。ああ、俺も今思ったそうそうそう、ビッツだと思った、うん、これ1キロなの、これで1キロ分頑張って食べてください。へえ、これどうやって食えばいいの。切れてる、切れてない切れてないよ、あんまり、あの包丁切れんのやな、使い古してるからね、しょうがないね。うわー、全然切れてない。あ、でも贅沢な取り方するな、なんかだろう。うわ、え、見てください、見えるかなこれほら、むしろ光のテカリで見づらくなったんだよな。これは見える、うん、見える見える。じゃあちょっとザ実食、チーズがうまいいつもあのさ、僕本当にムイ君と言うけど、ガストのマヨコンピザしか食べたことないね、こういうピザ系は。ああ、そうなの、うんうん、あれは あっちこっちで美味しいんだけどね、ちゃんと。あれうまいぞうん、カメラ貸してよ。はい、うん、じゃあムイ君、はい、ではムイ君がザ実食、食べてみるとわかるけどさ、なんていうかさ、この箱さ、まずこうやってその取りやすくしようと思ったら、ここ硬いのね。そう一回食べてみてみ、なんかね、生地がめちゃくちゃうまい、俺初めて食う。わー、贅沢贅沢いぞこれ、本当に、うん、生地うまい。いただきます。はい、今実食どう、ムイ君改めて思ったチーズ多いな多いだろう。どうこれ。あー、でもなんかさ、やっぱ市販のそれと違うそれはあるな、うん、そのああいうスーパーとかに売ってるなんか300円ぐらいのピザ、そうそう、角度死んでますけど大丈夫かこれ、うん、自分の世界に入ってるね俺あの正直、うん、最初1キロって言われて、うん、いやーそれは食い切らんわって思って、あの、うん、角度死んでるってあの、これ注文した時に俺、うん、トッピングできないんですかって聞いたじゃないですか、うん、聞いた。で、あの全部ダメだと、うん、で、あの一個だけ言っていい、うん、あのそんなトッピングは正直期待してなかったんですよ、うん、で、トッピングって何かできないんですかって店員さんに、そのね、そのレジにいる、うん、店員さんに聞くじゃないですか、うん、店員さんが多分店長さんあたりに聞きに行きます、うん、ダブルチーズも無理、殺す気かと
1キロのやつ頼んでるのにダブルチーズ頼むバカいねえでしょって思ってさ、ひどいものでもこれ変な話、生地もバターですげえコテコテです油、うん、あ、ウルンちゃんいらないなんかねウーロン茶がうめえおいおいもうね、ほんとトーストにただほんとにチーズ乗っかったっていうだけだよね。そう、あのチーズオンリーですかって聞いたらチーズオンリーですって店員に言われたからね、うん、すごいすごい、これはこれで贅沢なピザ、これ贅沢いっていうよりもすげえピザだなハバネロ欲しいななんなら買ってくるでもなんかちゃんと生地もチーズも美味しくてし、なんていうの、安心してる、生地がうまい、カレーと合うなどう、あでもそういう食べ方が正解かもしれない、そういうなんかちょっとカレー用意しといてなんかつけて食べるとか、そういうなんか何やんそれ、違う、でもそういうなんかプラスアルファのやっぱ味付けして、味付けしてこそな、一人で食べるもんじゃないじゃん、みんなでワイワイつまむやつじゃん、このサイズ自体が、そうだよね、だからそういうなんかカレーだったりな他の味付けだったり、あっていうかムイズ君俺気づいたんだけど、うん、真ん中食わねえの、あの城のいきなりど真ん中で攻めれる兵士はいないんですよ、外堀から外堀から攻めないと、それはもう真ん中いかんとかあんぞこれ最後きついぞこれ、俺全然まだきつくないよ、そうのんびり外側の兵士から倒していきましょう、まず大将を倒してくれますカスを倒すんじゃんステージ攻略したんだよなもうそれすごいな、なんかハム欲しいチーズだけ、人にあんだけさトッピングしたら食いきれん、トッピングしたら食いきれん言うたくせに何がハム欲しい、ケチャップ欲しい、タバスコ欲しいめちゃくちゃ欲しかったりや、俺さなんかムイ君に偉そうに端っこ食うなって言ってるけど俺は端っこで出してきたんだろうもんこれすげえな、もう目が点になるもん俺早いよ、まだ本丸攻めてないよよし、ではそろそろ本丸詰めますか、本丸だよねここをムイ君食べよ、これあと俺フチ食うよ、あのさ、カメラに画角に収めながらさ、言ってよ、それをムイ君、ムイ君がこの真ん中を食うよ、で、俺この端っこ食ったよ一回攻めてみてよ、真ん中ん、一回真ん中攻めてみてよ、うんじゃなくてさ何が一回真ん中だから食べてみてよ、なんであなたの企画だよだから俺が企画したってことは俺がプロデュースしとるやで、うん、あなたはそれをクリアしない、うわすっげえこの端っこマジやべえてかベタベタになる、うーわいただきます、うーわ映ってる映ってる、うーわ真ん中すっごい厚み、なんでこれ1センチぐらいある、結構あるっすねでも思った、これは確かにすげえ贅沢だチーズ好きにはたまらんね、これはもうよ遠くにあるように気づいてきてるぜこれめっちゃ飽きる俺、だから味変するものいるって言ったじゃない、もう取ってすげえ、もうこのチーズの厚みっていうのがすごいんすよ、このチーズの厚み生地めちゃめちゃ薄いのによ、食べたらもっと厚みがわかるよ、ワンピース一部、ワンピース一ピースだけ一部だけなんなら取ってるからいいよこれ、すわっこれ見てくださいみんな、うわ言うなうわあのね、生地、油が生地に完全染み込んでくちゃくちゃやねんうわなんかこれ以上行く気がしねえ俺
もうね、うん、もう石ガチトーンのもういいわ、やめよう。もうね、あ、びっくり、なんか変な汗出てきたもん。こんなに脂っこいもんって唐揚げ多分2キロぐらい食っとるような気分なの今。あら贅沢。もうずっと同じ味なのよ。そうね、チーズオンリーですからね。もうチーズ、乳製品のチーズバター、チーズバターって感じの口の中。何その一昔前流行った男女男女みたいな、そんななんか。もうね、今見とるのこれがもう武器に見えるもん俺には。いい感じに相手兵士は死にそうです。負けた俺この戦。俺食えると思っとったもん、ドミノピザの会社。すごい、あの後半戦になって気づいたんだけど、うん、今この分厚い部分、うん、あの真ん中部分食べるじゃん、うん、ピザが、あの生地が消えた。チーズが 100% ガッと。だからもう油が染み込んでよ、くちゃくちゃなえんで。さっきまで70チーズの30生地だったのが、もうあのチーズ100になってて、あれ生地がいねえって言おう、論点思った。もう吸収されてるもん、チーズに。あ、すげえ、こういう、あ、へえ、こんな風になるんだ、ピザって。むしろだからさ、変な話、ピーチクパーチク食っとったら悲惨なことになるんだよ、これ。もうなりかけなんですけど。いや、もう悲惨やんだよ。冷めるな。いや、本当にね、ムイ君がこれほど食っとるのがすげえ。若いな。いや、でもね、口の中のチーズのなんていうの、攻撃すごいよ、うん、今、大群に押し負けそうだもの。なんか、唾液もチーズっぽい味がするもん。俺多分今日うなされるんだろうな、チーズの波に。うん、胸焼けに。うわー、これ1キロは食う人どうやって食うんだろう。平面に見えて実はなんていうの、湖みたいに、そこがその、そう、溝がすげえ、ポケットがまさしく湖なんだよね。なんていうの、内側深いじゃんみたいな。いや、ムイ君が今割ってみた時にさ、最初分厚って思ったもん。いやー、すげえなこれ。ウーロン茶という避難所に私は逃げる。これ一回下フライパンでやった方、焼いた方がいいぞ。わかる、わかる。まだ手出せる、あなたすげえな。でもね、今ね、見たじゃんか、まだこれだけ残ってるのかって、俺一緒に手止まったもん。やっと3分の2が消えたって感覚。もうこれいいわ俺。多分すっげえカロリーなんやろな。そうですね、あのカロリーだけで言ったら、あのペヤングの超超大盛り超えるんちゃいます。超えとるやろ。今俺らが食って2人で食った分は多分ペヤング並みじゃねえの。ペヤングの大盛りぐらいはもう食ってると思う、うん、脂質で言えば完全にあれやろ。ケーキワンホール食っとらへん。ケーキの方が食べやすいな。うん、俺もケーキだったらこのぐらいの大きさいけるような気がする、自信があるんやけど、ピザはいいわ。動画の終わり的にどうしよう、これ動画の終わり的にどうしよう。食べきる絵面欲しい。いや死ぬぞ。いや、あの頑張ればっていう言い方変すると変だけど、頑張れ。食べれるのは食べれるよ、いけ。見てこの、あのいけって完全に自分はもう貝の外にいるっていうさ。なんで戦場から逃げてんの。違う違う、やっぱしあの大将は高いとこから見んのかんね。状況完全に無能な司令官だよそれ。すごいな、もう正直1キロピザは余裕とまで言わんけど、普通に食べれて、あれすげえな、じゃあ、あのこの後 の, そあの予定してたプラン的な意味ね、うん、余裕でこれ食えて、あれ最後チーズの香りした車内で気分よく帰れるんだろうなと思ったら全然違えわ。俺もさ本当に企画出して、うん、これは面白いって思ったんて、うん、で二人で楽しくピザ食えるなと思ってたけどさ、うん、楽しくねえ。どうもんな、もうただ見やすいか。すげえな、すげえなこれ。あ、ダメだ、上が焼きプリに見えてきた。うわー、言える。完全焼きプリに見える、俺も。ダメだ、現実逃避感がすごい。あとちょっとやん。よし、じゃあラストいきますか。え、これラストそのままいくの。だってもう
ある意味一番最後耳だけにして最後その真ん中を残していく。ん、何、今から食べるのは耳だけ。そう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 なぜ苦しみを増やすのか一口で済む、一口で済まんけどさ、どの道一口で済むところをなぜ一口だと味変になっちゃうまずは美味しいところを食ってかんとこの企画主、鬼ですいやもうなんかさ、ほんとプリンだよな、平べったい。もうもちもち感とかさ、伸び伸び感もねえもんな、最初に食った時から。最初はまだ暖かいだったからまだ許せたけど、もうブチブチって切れるもんな、うん、今は完全に冷え切ったみたいです。もう変な話、皆さんラードだぞこれそれを食わしてるのは誰だよし、ラスト1枚か。ラストのラードラード言うないやもう完全もそれもうパッと見て見たやつピザだと思わんぞ何に見えるんだろうねいやもう完全なるプリンだなプリンタルトとかよ。あーでもだったらサクッと食える気がする。ベチャッとしてるんですよベチャッとやめろっていただきます。ラストラストです。すごい、本当に食べた。もう人間じゃねえいやでもきついよこれ。これこれスイートレス食べるの。なんでさ、これラスト食ってる時に言うかな。正真正銘ラスト。ラストでーす。やったー。食った。食べ終わったー。頑張ったー。頑張ったね。本当偉い。皆さんすごい。本当にほぼほぼ全部食った。もう一枚いける？違うやつは。あーすげえなー、すげえなー。これは美味しさの要因に浸しとるんじゃねえもんな。なんかすげえどっと疲れるっていうの、これ食っただけで。そうね、このなんか今人戦を終えた後だもんね。ムイ君におごってもらって言うのもなんだけど、本当悲惨。